2023年、阪神タイガースはセリーグ最下位に終わった。先発は2桁勝利が0、打線の要であった佐藤輝明の不調等、最下位の要因はいくつかあったが、最大の要因はリリーフ陣であった。救援防御率は 4.9 とぶっちぎりの最下位。守護神岩崎、中継ぎエースの湯浅が合計16敗とリリーフが完全に崩壊していた。そこでフロントはリリーフの強化を図ろうと、助っ人外国人の獲得へと乗り出した。そしてキャンプ直前で阪神への入団が発表されたのが、キューバ出身のワン、ヘイワードだった。契約金5000万、年俸1億で2年契約を結んだヘイワードは、最速154キロのストレートと、鋭く落ちるスプリットが武器の剛腕で、昨年マイナーで14セーブを挙げていたヘイワードは、俺は抑えしかやらない、と傲慢っぷりを発揮。セットアッパーとして使う予定だったが、まともな抑えがいないのも事実なので、急遽守護神として起用することとなった。1年目、チームは順位を2つ上げ、4位でシーズンを終了した。惜しくも A クラス入りとはならなかったが、ヘイワードは上々の活躍を見せた。1年間守護神の座を守り抜き、防御率は 2.62、リーグ3位の36セーブを挙げた。最速155キロのストレートを武器に、ガンガン攻めていく投球スタイルで三振を奪う姿は、まさに闘牛のようなパワフルさだった。2年目、またしても阪神は4位で A クラス入りとはならず、シーズン最後の最後で7連敗を喫し逆転、悔しいシーズンとなった。ヘイワードは今年も守護神としてチームを支え、44セーブを挙げる活躍。見事に最多セーブのタイトルを獲得した。球団としてはスアレス以来4年ぶりの獲得となった。今年で契約の切れるヘイワードに対して阪神は、単年2億で契約を延長。悲願の優勝へ、チームからヘイワードへの期待は大きかった。そして3年目、阪神は悲願のリーグ優勝、日本一を果たした。しかし、阪神の守護神の座にヘイワードの姿はなかった。2億という高額の年俸で契約を更改したヘイワードだったが、今年は開幕から乱調が続いた。防御率 5.0 と昨年までのような力強さ、安定感が感じられず、5月には2軍行きが命じられた。そして代わりに守護神の座についた5年目の長屋が覚醒。ますますヘイワードの居場所がなくなっていった。シーズン終了後、阪神はヘイワードとの契約を延長せず、退団となった。3年で93セーブを築き上げ、最多セーブのタイトルも獲得したヘイワードだったが、チームの優勝に貢献できなかった悲しき守護神として、ファンの間で語り継がれていった。ご視聴ありがとうございました。